左が、マカサル文字、中央が、ロンタラ文字、右は、ビランビラン文字上からマカサル文字、ロンタラ文字、ジャーウィ文字、ラテン文字で、マンコサラと書いた、レーマカサル文字あるいはコマカサル文字は、インドネシアのスラウェシ島南部で話される、マカサル語のためにかつて使われていたブラーフミー系文字、左から右に書かれるアブギダである。普通、マカサル文字、または、 ロンタラ文字と呼ばれるのは、ブギス文字と基本的に同じ文字であるが、ここで言うマカさる文字は、それと構造的には似ているが字型が異なっている。ロンタラ文字を読めるものであっても、マカさる文字は読めないという。18の真字と A 以外に母音を変えるための4つの母音記号がある。他に、 踊り字のような省略処方のための記号訳等点がある。音節待ちシーンは表記されない。スティーブン・シード・ルースの意見では、マカッサルス文字が17世紀以前に使用されたか、どうかはまだ議論されている。このねじれた曲がった巻き毛の文字は、ヤシの葉の上に書くよりも紙にインクで書くのに適している。したがって、マカッサル文字は17世紀初頭に、 南スラワイで紙が利用可能になった後、おそらくブギス文字から開発された改新文字だ。最終的にマカサル文字は徐々にブギス文字に置き換えられる。これはマカッサル語の筆記者が新しいロンタラ文字と呼ぶこともある。この変化はブギス族の強さの増加とともに、ゴア王国の威信の低下によって影響を受けた可能性がある。 ゴアの影響が減少するにつれて、マカッサルの初期は公式の歴史的記録や日常の文書でマカッサル文字を使用しなくなったが、マカッサルの文化的アイデンティティをブギスの影響と区別する試みとして特定の状況で使用されることもある。これまでに知られているマカッサル文字を含む最新の原稿は19世紀のゴア・トゥマイラランの日記であり、その文字形式は ブギス文字から大きな影響を受けている。19世紀の終わりまでに、マカサル文字の使用は完全にブギス文字に置き換えられた。2018年のユニコードバージョン11で、追加多言語面の U プラス 11E0 から U プラス 11F までにマカサル文字のためのブロックが追加された。ドルース、スティーブン C、ザランズウエスト・オブ・ザ・レイクス、 A History of the Ajatiparang aj Kingdoms of South すらは1200通1600 CE キトルブプレスライデン P57 から58ありがとうございます